Hello， 大家好，皆さんこんにちは，我是 First Day Sasha。今天呢，因为之前有很多人跟我讲说，希望我拍全日文的影片，那今天有邀请一位很可爱的来宾。今回のゲストは、じゃじゃん、ティファニーちゃんです。じゃじゃん。从很远的地方跑过来。对对对，然后那个 Tiffany 她的日文也很好。今天呢，我邀请 Tiffany 来，是想要讨论日本女生跟台湾女生会脸红心跳的台湾男生举动。好，じゃあ今から日本語スイッチに切り替えましょう。切り替えます。我们切换日文模式。で、今日このテーマにしたのは、まず自分がちょっと思う、いくつか自分の思いつくことがあって、ティファニーからしたらどう思うのかなっていうのはちょっと聞きたくて、気づくかどうか。そうそうそう、それすごい気になる。なんか結構自分はどうなんだろう、なんかね、すごい日本人の人によくなんか日本人より日本人だねって言われることが多くて、それは確かに。あ、そうなのかな。そうかな。ちょっと思う。でもこれは私がそうだから気にすることなのか、普通の一般の女性が気にすることなのかなっていうのをちょっとティファニーにちょっと、はい、判定してもらいたいな。日本人目線からこれはあり、これはないなって、の判断するわけ。そういう判断してほしいな。わかりました。はい、じゃあまず一つ目、私がすごい気にするっていうか、こうしてくれたらすごいキュッとなるっていうのが、これは本当に中国文化ならではの問題そうならではなんだけど、中国の漢字は「に」と「た」が人編と女編に分かれてるよね。はい、そうで、その例えば LINE とかメッセージをこうその男性とやり取りするときに、ちゃんと女性に向かって女編の「に」とか「た」とかを使ってくれる人の方が私はキュンときちゃう。どうないの？ないの？全然気づかないかもしれない。本当に？どうして？気づいてない。てか、むしろ気にしたことがない。全然、気づいてないわけではないけど、扱ってくれてるなって感じはするけど、逆にもしかして人編のにを使われた時はちょっとあれって感じするかも。っていうことは、ティファニーの周りの人は元からこの女編の2を使ってくれる人の方が多いってこと？どうでしょう。確かに意識はするけど、なんかときめくまでは言ってないかも。そうなのか。でも分かんないよ、これは私の本当にただ単なる本当に日本人目線からしたらなんだけど、多分その日本人目線からして中国語文化を知ってる人は、多分私と同じような感覚、このキュンとくるんじゃないかなって私は勝手に思ってるんだけど、もし日本人の女性がいたらぜひ教えてください。キュンときますか？なるほどね。学習者だから、文字とかを一個一個ちゃんと勉強したから、キュンとするの。そう、なんか私すごい文字とかすごい気にする人で、私のまずキュンとくる理由を挙げます。キュンとくる理由はまず一つ目は、女編を使ってくれてるからすごいちゃんと女性としてやってくれてるんだなっていう感じ。そうそうそう、ちょっとキュンとくるのと、あと二つ目は、女編は変換しないといけない。あ、そう、わざわざしてくれた。そうだから、わざわざ私のために変換してくれてるってなる。そうそう、この人はすごい細かいっていう、すごい好印象を持つかな、私は。でも一個いい？あ、どうぞ。もしかしたらこの人は結構女性友達がいるから、本当は変換しなくてもちょっと女変になってるのじゃないかっていう可能性もあるんじゃない？それは考えたことなかったな。でもなんか私の周りでまず気づいたのが、30歳以上の男性とか社会人の人は結構みんな、そう、結構みんな女変を使ってて、大学生とか結構若い人は気にしないで、女性に対しても人編使ってる人の方が多いかなって感じ。でもなんか私の周りでは、なんか仕事でも、プライベートでも30歳以上かな、社会人は結構そういう人の方が多いなっていう傾向。ティファニーはどうかな？多分昔は小学校とかで中国語を勉強してる時は、ちゃんとそういうなんか使い分けてくださいねって言われてたから、そのなんか私たちよりちょっと年の取ってる人たちは、こっちの教育はもっと強かったのじゃないかなと思って。ああ、でも確かにそれはあるかもしれない。なんかそれ私も誰かにそう言って、こういう返事が返ってきたかも。なんか昔のこの文字の方面の教育がもっとしっかりしてるっていうのは聞いたかな。そうそうそう。で、あとこの同じこの文字に関連することなんだけど、私がちょっと許せないところがあるんだよね。許せないのが、これが本当になんかちょっと日本人の面倒くさい性格がちょっと出てしまっているのだけど、さっき言った女編の方が嬉しいって言ったじゃないですか。で、人編でももちろんいいんだけど、
もしその人が私に対して一辺を使うのであれば、だったら一辺で統一してほしい。なんか許せないのが一辺と女辺をこう混ぜて使う人。私はそれが許せない。めんどくさいでしょ。でも聞いて聞いて、でこれは本当に日本人の人はめちゃくちゃ共感できると思います。ちょっとそれは自信がある。なんか私も日本人の人にこう話して、あー分かるって言われたから、まずちょっと許せない理由が、まあ人編でも女編でも女性に対しては使えるのはもちろんなんですけど、でもこの人に対してメッセージを送るときにこうなんだ適当な感じにするんだよね。なんかこうたまに人編たまに女編だと、ね、ちょっと、うん、適当に扱われてる感じが私はしてしまうので、私は好きではない。なるほどね。これから多分台湾でもこう思ってる人いるかもしれないし、そうだからまず男性が女編を使うかどうかについて、あの日本人の方でも台湾人 の, あの女性でも男性でもどう思うか、ぜひぜひ意見を教えてください。めっちゃ気になります。もしかしたら台湾人がこれを気にしないのは私だけかもしれないし、あ、皆さんの意見聞いてみたいな、うん、あ、なんかあのティファニーは私が聞いた初めての台湾女性。そうなんだ。で、私も、まあ、まだ一人にしか聞いてないんだけど、その日本人女性はそれが当たり前だと思ってた。なるほど、ね、そうなんかその人の周りは全部女編を使う人だったから、え、これが当たり前じゃないのって逆に質問されて、え、でもその人編を使う人も、まあ、結構いるよって言ったら、ってびっくりしてた。そうまずこれが私の一つの点です。はい、面白い。じゃあのティファニー、私この間ね、なんか友達と一緒にこう旅行に行ってて、でいきなりね、イノシシが目の前に。何それ何それ、どこ箱根、箱根、え、箱根イノシシ。そうそれは結構すごいね。本当の話よ、でイノシシがいきなり行って、でも私がなんか歩いてる時は結構ボタンすごいね。シュールすぎないそれ。でも結構なんか見てなかったから、そのなんか友達が先に気づいてくれてて、でこうポンって、おそう、結構しかもこうちょっとこうなんかちょっとなんか例えば危ないよってこうちょっと軽く引く人もいるんじゃない、でもこう力強くボンって、お時はそう、私も本当にこうなった。え、でもめっちゃ胸に当たってたけど大丈夫。大丈夫だった。そこ意識しなかったから多分大丈夫だった。かっこいいなってすごいもん。あー、なるほど。あ、でも分かるかも、分かる分かる。そう、ね、ちょっと似たような作品見たんだけど、たまにそういうなんか男子の友達がと一緒に見てて、あ、車危ないよって軽く引くのはもう全然何も感じない。感じない、何も感じない。本当に、ちょっと待って、これはちょっとまた違うかもしれないよ。なんかね、あのティファリーのさっき言ったちょっと強引な、こうなんかこう強引な感じで守る感じも私もすごい理解できるし、キュンとくるのも分かる。でも例えばなんかすごい軽い感じだとそれもキュンとくる。え、そうなの？っていう理由は、これは多分ね、日本人女性は分かると思う。なんかね、ちょっとなんだろう、意識してるからこそちょっと触れてはいけない感がある。そう、だからなんかちょっとあの触れようとしてるけど、ちょっとこう軽く分かる。これ自分で言っててめっちゃ恥ずかしいんだけど。超恥ずかしい。でも聞いて、これはね、例えば芸能人のそのバラエティ番組、日本もたくさんあるじゃないか。芸能人同士がなんかゲームとかしたりして、そのまあ男性と女性がこう触れ合う機会の時に、例えばその男性が女性にすごい軽いような感じでちょっと距離を保とうとしながら触れてるのを見ると、下のコメント欄にたくさんなんかイケメンかっこいい触れないようにしてるっていう日本人女性の声がたくさんあるので、これはどうだろうね、あの強引にされても軽くされてもキュンとくる。なんかな、私はなぜこれがないと思ったのは、まずはなんか結構現実的な理由で、もう効果ないじゃん。あ、なるほど。危ないよ。でも例えば強く引ったら、私はもう本当に車を避けることはできたんじゃないの？でも日本語おかしいね、ごめんなさい。でも軽く引ったら、ちょっとなんか危ないことから避けることはできないという。あ、ちょっと待って、分かった。これはね、多分ね、今回のシチュエーションがシュールすぎる。イノシシはさすがにちょっと危ないから強引にした方がいいかもしれない。そうで、普通になんか車とかあのそんなに危なくない状況だったら、なんか軽くでも私はいいかな。そうだね。車はだいたいみんなもう軽く引いてる。ね、軽く引いてる。だからね、ちょっと軽く人が引かれてるのかと。
違う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 。でも、ま、本当にもうほぼ同じ状況で、もうなんか目の前になんか床に汚いものがあって、なんか踏もうとしたらこうポンってされた時も同じキュンとしたから。なるほど。使ってみてください。なるほど。まあこれはあれだよね、危ない状況からなんかちょっと守られてる。日本書いちゃった。あの危ない状況から守られてる感じ。うん、なるほど、これも理解できる、うん、あー、わかる。これはもう文化、国とか関係なく共通だよね。これ男性とかも嬉しいんじゃないかな。メール送るべきだったね。ねえ、メール送ってたら惚れてたでしょ。